こんにちは。東京大学理学系研究科物理学専攻の田村海です。編集のルーティーンということで、自分が作った動画を YouTube に公開して人に見てもらうっていうのに今ハマってまして、編集するという行為が日常の中に組み込まれているわけなんですね。そんな私の編集ルーティーンがどんな感じなのかっていうのを教えれたらなっていう感じですね。基本的には勉強机の上で編集してます。この勉強机は YouTube を始めるまでは一回もこの机に座ったことがなくて、ただただ場所を取ってた。固定資産税の無駄遣いって言われて結構問題視されてたんですけど、最近は編集でね、ここを使うようになってなんとかなってるっていう状況です。基本的にはここで編集してるっていう感じなんですけど、完全にちょっと今日は集中が切れてしまって、こういう風に集中が切れた時どうするかっていうと、移動するっていう手段を選んでますね。移動して別のとこでやることによってより集中力を高めて編集するので、ちょっと移動していきたいと思います。はい、というわけで私がやってきたのは茨城県北呂駅です。はい、何もなく、もう人が本当にいなくて集中できる場所を考えた時に、もう北呂しかないなと思って、よく日本のへそは岐阜県みたいな言うと思うんですけど、日本の北呂はここ茨城県北呂やってまいりました。パッと調べたところ、図書館もね、ここから4キロ以上離れてるところに同心円状に図書館がある感じで、公民館も跡形もないみたいな感じで、カフェは Google の口コミが1軒だけあるところが1つありましたね。だからそこに全てをかけて行ってみたいと思います。そこが空いてたとしたらマジで私次第でその店どうにでもなるっていうところが怖い。そこまで責任を負えるかなっていうのが懸念点。とりあえずそこに行って集中して編集ができればいいかなっていう感じですね。行ってきまーす。北呂の風景、踏切の時に絶対思い出してしまうのは松本伊代。次の松本伊代は自分なんじゃないか毎回思っちゃう。それが踏切。着きました。まあ、暑い中徒歩7分ぐらい歩いて、空いてませんでしたね。はい、残念。別のカフェを探してみたいと思います。作業する場所としては室内であることはそんなにこだわりがないんですけど、涼しいこと、これが必要かなって思ってるのと、電源がで Wi-Fi あったら完璧ですね。いくらでも入れる AA 充電、ドリンク飲んだら帰るよっていう圧がないっていうのが結構大事かなっていうのがありますね。めっちゃでかい蜘蛛の巣発見しました。私がもうちょっと痩せてたらここで作業してましたね。徒歩20分、私がやってきましたのはスプーンおばさんベーカリーカフェです。まあ、マジのパン屋の可能性もあるんですけど、ワンチャン作業できそうなのでやってきました。相手はいそうです。行ってみたいと思います。スプーンおばさんベーカリーカフェ出ました。滞在時間30分ですね。進捗はゼロです。スプーンおばさんとずっと喋ってましたね。普通にこの辺なんかあるんですかって聞いて、そこから北呂の町の歴史みたいないろいろ語られた後、ここには何もないですっていう結論に至りました。やたら詳しかったですね、この町に。 RPG の中で急に町についてめちゃくちゃ詳しく語り出すスプーンおばさんっていう感じでした。本当にここには何もなくて、たまに間違えて北呂駅に来てしまった人がふらっとこういう暑い日とかに、もう何にもカフェない、ここしか空いてないっていうので、2、30分歩いてきて冷たい飲み物を出してもらって、スプーンおばさんにここは本当にここ以外は何もないよ、こうやって別のとこに行くといいよみたいな感じでサジェストしてもらうみたいな、暑い日の駆け込み寺みたいなことをもうずっとやってるっぽいですね。マジで何もないっていう可能性が高くなってきました。私は平和に編集がしたいだけなんですけど、今のところ茨城まで来て土地に詳しい人に北呂についていっぱい教えてもらったっていう形になってますね。まあ、パン美味しかったです。普通にもちもちしてて、ぜひ行ってみてね。今のところ一つも北呂で作業できていないので、一つぐらい何か生み出した方がいいなっていうことで、無人精米所の前の椅子みたいなところでちょっとだけ作業してから移動したいと思います。無人ということで人もいないし、木陰なので結構涼しい、悪くない条件なんじゃないかなって思いますね。ちょっとだけ作業します。ここでセンター845というテロップを入れたので、まあ、この岩はじゃあセンター845の岩と名付けて観光名所にしましょう。編集終了。編集終了しましたね。はるばるここまで集中できないって言ってきちゃったんですけど、意外に残ってる編集がめちゃくちゃ少なくて、ちょっとテロップ入れただけで終わっちゃいました。あざっす。
わちゃわちゃっていう感じですね。用も済んだのでホクロを去りたいと思います。こういうなんか何もない場所まで来て逃げ場がないっていう状況になるとやっぱりなんかこうやる気が出てくるかなみたいなありますよね。私も編集途中まで行って、ああもう飽きたわみたいになった時に、もういや茨城のホクロまで来ちゃったから、日本のホクロまで来ちゃってるからっていうのでやる気を出して動画を完成させたという形になりました。最後やる気なくなっちゃったらどうしようみたいな人は逃げられないような地方、まあだからぜひホクロまで来て、ここは日本のホクロだって思いながら編集とか、まあ、自分のやんなきゃいけないタスクをちゃんとこなして東京に帰るっていうのはいいんじゃないかなって思いますね。みんなでここをタスクをやる聖地にしようって感じですね。本当に何もないんでぜひ来てみてくださいって感じです。おざっしょー。